絵を描く、ルイーゼ、フランソワ・グザビエ・ファーブルが、1796年、ルイーゼ・マクシミリアーネ・カロリーネツー・シュトルベルク・ゲーデルンは、ドイツの上級貴族、シュトルベルク家の高女で、イングランド・スコットランドのジャコバエと多い請求者、チャールズ・エドワード・スチュアートの妻、オールバニ伯爵夫人の通称で呼ばれた。後、イタリア人の劇作家、ビットーリオ・アルフィエーリ伯爵の伴侶となった。 シュトルベルクゲーデルン家の講子、グスタフ・アドルフと、その妻で、ホルン公、マクシミリアンの娘であるエリザベートの間の4人の娘たちの長女として、オーストリア領ネーデルラントのモンスで生まれた。神聖ローマ皇帝軍の士官だった父は1757年、7年戦争中のロイテンの戦いで戦死した。ザンクト・バンドル女子修道院で育ち、1766年に、 父の主君だった皇后マリア・テレジアの圧戦により、同修道院の修道院長に就任した。しかし修道生願も済ませていない一階の見習修道所が修道院長になることには反対が多く、ルイーゼは修道院を去るのを余儀なくされた。その後は諸公の娘にふさわしい縁談を待つ身となった。1771年、ルイーゼの妹カロリーネが、 スペイン貴族の第四代ベリック公爵カルロス・フィツ・ハメス・ストアルと結婚した。第四代ベリック公爵は1688年の名誉革命で王位を追われたイングランド・スコットランド王・ジェームズ2世の処刑の彦に当たる人物であり、この縁組によってルイーゼの家族はジャコバイトの亡命者グループと近づくことができた。ルイーゼにはスチュアート家の当主にして、 ジャコバイト王位請求者であるチャールズ・エドワード・スチュアートとの演談が舞い込んだ。この演談はフランス政府の指示を受けていた。フランス王類15世はハノーファー家のイギリス王位を認めていたものの、イギリスに対する政治的牽制の一環になると考えてジャコバイトへの支援を続けていたのである。1772年3月28日にパリにおいて ルイーゼは32歳年上のチャールズ・ウェドワードと代理結婚式により結婚した。翌月の4月14日、夫妻はイタリアのマチェラータで初めて面会した。大きな年齢差にもかかわらず、夫妻の結婚生活は、初めのうちは順調だった。夫妻はグレートブリテンの国王並びに王妃を名乗り、取り巻きに囲まれて暮らした。夫妻は双方とも、 この結婚を通じて期待していた願望を叶えることはできなかった。チャールズは後継ぎを授からず、夫妻を正当なイギリス国王夫妻だとは誰も認めなかった。スチュアート家と非常に密接な関係にあった教皇庁ですら、夫妻をイギリス王家の正当後継者と認めるのを渋った。ルイーゼもまた、この結婚を通じて手に入れようと考えていた王妃となる栄誉を諦めざるを得なかった。 1774年、夫妻はオールバニ公爵夫妻と名乗り、フィレンツェを訪れた。この時期には、夫婦仲はかなり悪化していた。チャールズはアルコール中毒に陥っており、悲観的な考えにとらわれていた。ルイーゼには自信も教養も他人に褒め添やされるような、美貌もなく、気まぐれな夫に悩まされていた。夫妻の関係悪化は二人の往復書簡からも読み取れる。 ルイーゼの夫への手紙は、夫の気まぐれや過干渉に対する非難に満ちている。1778年、ルイーゼは、作家のビトーリオ・アルフィエイリ伯爵と不倫関係になった。アルフィエイリは、夫チャールズとは違って、教養深く、天下な立ち居振る舞いを心得ていた。ルイーゼは1780年に、夫から虐待を受けたと称して、チャールズの元を去り、 ローマの修道院に入った。ルイーゼの主張は実証不可能なものだったが、チャールズの若い頃の愛人クレメンティーナウォーキン症に対する扱いを考えればあり得そうなことではある。ルイーゼは最初は、規定のヘンリー・ベネディクト・スチュアート・枢機卿教の援助で暮らしたが、やがて、アルフィエーリ伯爵との不倫関係が明るみに出ると、ローマを離れねばならなくなった。ルイーゼは、 作品数点を自分に検定してくれた恋人、アルフィエーリと同棲し、二人でドイツやフランスの諸都市を転々とした後、フィレンツェに落ち着いた。チャールズとは1784年、スウェーデン王グスタフ3世の仲介により温便な形で縁を切ることができた。1803年にアルフィエーリに先立たれた後、アルフィエーリの著作などの遺産を管理しながら、 年下のフランス人はカ・フランスをアグザビエ・ファーブルと同棲した。死後、以外はフィレンツェ市内の墓地に葬られた。ありがとうございます。